おはようございます、ミントです。今回もファーストディセンダントやっていってるんですが、このねサンダーケージ、この子をね今強化してまして、であと1回食べさせれば3回4回全部まあ強化できることになります。この固有アビリティ強化ってやるとなんか強くなるんだよね。この100レベルのに1レベルのサンダーケージを食べさせて、そうするとリロード時間とか短くなったり、お金が足らなかったので、今度またやります。やだ、ちょっと貯めてこなきゃお金。あとね、最近試しに使ってるのがあって、このレストアードレリックっていうランチャー、これもねちょっと一回強化したんだけどね、あれよりも少し発射速度が遅いので少しね癖あるなんかランチャーでした。でもね弾がキラキラキラってこうなって結構良かったですよ。ちょっと今シャレンさん使ってて、ちょっとエンゾさんに戻すか。結構ね何気にねエンゾさん以外のキャラはまんべんなく育ててるっていう感じで、裏では結構ねビエッサーちゃんとか使ってますよ。フレイナさんもね今度ね再強化しようかなって思ってます。さて切り替えて、なんとあとちょっとでアルティメットエイジャックスが研究できるんですよ。これ強化細胞もゲットしたでしょ。これで多分4つ揃ったと思うんですよ。必要なやつ全部素材はね揃ってる。あ、待ってよ、お金が足らない。ちょっとお金が足らないからちょっとこれ使うか。なんかもらったやつなんだっけ、これカイパー採掘阻止みたいな、なんだっけ、防衛のクエストでなんかもらえるやつ、これ使っちゃおう。いけるんじゃない、あ、いけるいける、やったー、ついにアルティメットのキャラを研究開始です。35時間待ちます。35時間か。さてそれではさっきのお金ちょっと余ってるからね、サンダーケージ強化しちゃいましょう。これこれでね使いやすくなればいいけどね。いきましょう、えい、強化オーバーチャージ強化完了。これで、ね、サンダーケージは今ね25万か DPS は、こんな感じになっていて、ネメシスもこれねなんか毒やつ、なんかソケットがこう愛のマークのやつがもともとついてたから、本当は氷とかねつけたかったんだけど、ちょっとね毒のしか合わなかったんで毒のつけてます。であとシグボはこの子ね、この子はちょっとねサンダーケージみたいに全部強くはできないから、ちょっと今育成が止まっちゃってるんだけども、とりあえずこの3つでやってます。でエンゾさんは今こんな感じです。よし、じゃあちょっとねこのサンダーケージも強化したことだし、ちょっとこのビルドでフロストウォーカーを倒しに行ってみようかな。次のねクエストがフロストウォーカーを倒せってやつなんで、さあマッチングしました。メンバーがこれメンバー最高ですね。レピック、アルティメットレピックかな、
レピック君が2体でレイジャックスもいるからこれ安心ですね。ちょっとこのメンバーいいですね。さあ行くぞ。これは勝てる気がしてきた。とりあえずなんか肩と頭を狙うんだよね。わすごい、もうレピックのこの技が炸裂してますね。そしてあもう怒りモードだから早いね、怒るの。この膝についてこれ当たらないっていうか難しい、これ難しい、当てるの。お、ダウンしたぞ、いいぞ、このまま。こいつ炎に弱いから一応ランチャーを使ってますが、これ火傷効果つくからね、シグゴは。お、あとちょっとだぞ、いけるぞ。やったあ、やった、すごい。いや、これは私は大して私自身は何にも役に立ってないけど、まあ、一応でもクリアはしました。なんかこんな勝ち方でいいのかな。ネメシス武器が完成しました。これで強化できますね。これでよし、ネメシスをこれ食べさせて強くします。いや、ネメシス作るのも結構大変だった。研究図面がなかなか出なくて。ちょっとガチャもするか。再調整いいの来い。どうだこれは。でも交換速度はないらないな。いいんじゃない、クリティカル、クリティカルいいですね。これちょっとキープして、あ、足りない。エンゾさんが今レベル40になったんで、ここで触媒のモジュールのソケット、これもう一個つけちゃおうかな。3本線でいいかな。これでまたレベル1に戻っちゃうけど、これで少し枠が空くから。一応このね、新しく熱烈な支援者っていうアルティメットのモジュールを試しにつけてます。まあまあ、なんかパーティーでやるときにね、こうパーフェクトサポートやるたびに攻撃力が上がるらしいので、ソロの時にはねちょっと使えないかもだけど。はい、エンゾさんをレベル40にして、でさらにあのあとサンダーケージをもっとちょっとソケット足したりして強くしてみました。どうでしょうか。あのエネルギー活性体でのもね使っちゃった。 DPS がなんと33万になりました。これはでもどうだろう、33万までいけば結構強くはなったんじゃないですかね。エンゾさんもほら、だいぶちょっとね仕上げてきましたよ。このセッティング2のやつはソロ用のねビルドなのですが、この得意属性フォーカスもマックスにしたし、いやー、なんか枠が全部こうきっちり埋まると嬉しいですね。なんかちょっと強くなった感はあるよ。どうだろう、ソロでハードのボイドボスちょっと行ってみます？いけるかな？なんか試してみたいよね。どれだけ戦えるか。以前の私だったら絶対一人じゃね、倒せないから。ああ、ここまでちょっと仕上げだ、エンゾさんで。果たして倒せるでしょうか？
いとこ登って行くぞ。パーフェクトサポート、肩を狙って弱点を狙うぞ。足場が崩されちゃった。本当は私今長距離移動のグラッピングのやつつけてるけど、本当はね空中移動のが欲しいんですよ。そしたらねもっと逃げやすかったりね、移動しやすいんですがこの段差がきつい、段差がやだ。ここちょっと膝もなんか弱点っぽいな。膝も狙おう。サンダーケージだと肩届かないか、これ。大丈夫かな。あ、出た出た出た、このハチドリ。しかし強化したサンダーケージがハチドリたちを爆発させていく。シールドは順調に削れていってるけども、こいつはね確か途中無敵になるはず。ほらー、でもね、周りの味の味が本当に嫌だ。これうざいよ、なんかちょっと突っかかる。あー、ホワイトアウト。よいしょ。あ、これね本当に空中起動だったらこの逃げる時も絶対やりやすいのにな。さあ、あの赤い背中についてるべっ甲飴を壊したいのですが、ちょっとなかなか後ろに回り込めない。遮蔽物もどんどん壊されていっちゃってるから、掴むところがないから。あー、またこれ、よいしょ。あー、ダメだった。クルリンパ。この間に補給箱を出して弾薬を補充して、よし、膝も狙うぞ。あ、シールドが。しかし、シールドが削れてもエンゾさんの Y ボタンを押せば、しますよ。シールドはパーフェクトサポート。敵のシールドは削れましたが、なかなかちょっと弱点狙いづらい、弱点狙いづらいよ。うわー、大変。ちょっと待って、ちょっと待って、やだ、もう、ハチドリがこいつは川攻めか。なんなのこいつは。てか川攻めとエンゾさんのこのシールドの回復のやつ似てないね。もしかしてこのシールド回復の素材は川攻めを使ってるのか、ハチドリを使ってるのか。てかそういうのあるのかな。ではないか。よし。あ、どうだ。そう、ちょっとシールド回復しつつ、あー、ほんとやだ、この段差が。広いとこに行きたいけど、もうちょっと広いとこで戦いたいよ。うわー、全然当たらない。でも明らかに前よりは、あ、なんか壊れた。明らかに昔よりは火力は上がっているとは思う。確実に。だって前、ちょっと前までだったらあれ絶対一人でハードできなかったもん。あー、また壊されちゃった。なんか乗るところがないね、もう上に登るところが。
全部壊されちゃったよ。上がるすぎじゃない？エクスキューショナー、すごいストレス溜まってんだねきっとね。さっきから雷出した。あ、黄色くなってる、旗が黄色くなってるから、これは登るチャンス。あ、あ、なんか出血したね。出血した、出血だぞ。頑張れ頑張れ、これ登れるか。あ、掴めた、よし、おらおら、よいしょ、はい、よし、パーフェクトサポート。倒れてる間にどんどん攻撃、でもすぐ起き上がっちゃう。あ、でも確実に V 破壊は進んでいるけども、あ、もう川ゼミ川ゼミがあとどこだろう、壊してないのか。え、肩壊したでしょ、コアとかかな、コア。なんかウルトラマンみたいにさ、なんか真ん中にあるよね、コアがコアってなんか光ってるやつがねえ、なんかそこを狙えばいいんだろうけど。あー、なんか全然攻撃できないよ、すぐ無敵になっちゃうしこの子。あ、また出してきた、ハチドリを。好きだねあんた、それ、ハチドリ。しかしサンダーゲージの爆発で壊していきますよ。あとちょっと、あとちょっと、半分、やっとあと半分だでもなんとかここまで、なんとかここまで戦えてはいる。ちょっと時間はかかってるけど、要は、まだね、ビルドもね、まだ完璧とは、仕上がってきたとはいえ完璧ではないから、うん、でもこいつが倒せれば、第一歩って感じだよね。よいしょ、パーフェクトサポートして、おいし。あ、なんか三角のが見えるな、そんな感じ。あれじゃない？あ、なんかまた無敵の、もうこの時間稼ぎしすぎでしょ、この無敵の時間稼ぎが。もうこの時もう別光飴狙えないから、ちょっと8度にちょっと駆除して、でホワイトアウトされちゃう。よいしょよいしょよし、この間に補給箱を出して、いた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 、全然わかんないよね、どこにあるの別光飴が、見えないよ。ちょっとなんだけどな、これいけるか、ちょっと、痛い痛いよ。なんかエンドザーのシールドなかったらやばい、私ちょっとやられてるんだこれ。おーし、あ、倒れた、あ、チャンスチャンスチャンスですね。え、破壊したよ、ちょっと、あとちょっと、頑張れ頑張れ、私この鍛え上げた、頑張って育成したサンダーゲージでこいつが倒せるか。もう少し、あ、ここでハチドリたちが、え、まず無敵になるの、ここで。いや、もう時間稼ぎでしょこれ、あんた。もういいよ、もう頭狙うから私は。やったやった、あ、なんとか倒せた一人で。あー疲れた、これ疲れるよ。いや、でも嬉しい嬉しい、でも頑張った。あ、モルファス。
どっちしようかな。あ、いいな、ビエッサじゃん。こっちはぐらいか。ぐらい持ってないからな。こっちやってみるか。カイル。今日はね、少し長くなってしまいましたが、なんとか討伐成功ということで。本当にね、少しずつですけどね。強い人からしてみればまだまだ全然私なんか弱っちいとは思いますが、まあ、以前の私に比べれば成長したということで、はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。いつも見に来てくださる方本当にありがとうございます。もしよければね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。こんな感じでゆっくりまったりのんびり動画投稿していますので、よければ見に来てください。それでは皆さん、またねー。